注目。ゆっくりしていってね。さて今回急遽、前回投稿したマスコミが育てた嫌韓、でウプ主がミスをしていてな、その件の訂正と追記動画をやっていくぜ。訂正と追記が必要な部分は3つもあるそうよ。なんかもうほんと申し訳ないです。それでまず最初の訂正部分なのですが、動画中のプルコギピザの件、どうもコメントなどでご指摘いただいた内容を総合すると、期間限定などの人気メニューを除外したランキングで実際にプルコギピザが1位になっていたそうなんです。このガジェット通信の2011年2月28日の記事によると、総合ランキングでは1位から4位までの期間限定などの商品が除外されていて、その結果プルコギピザが1位になっていたそうだな。それと元店員の方からもご意見をいただいていて、実際に人気はあったので、様々なランキングから韓国が1位になりそうなものを選んだのではないか、と推測されていたわ。というわけなので、捏造ではないがゴリ押しの可能性は高い、ということのようです。ただし、最終的な結論であるメディアがゴリ押しで問題ばかり起こすので疑心暗鬼が発生し疑われた、という背景は変わりません。次は動画本編最後で紹介した朝日の記事の、韓国は嫌いだけど、韓国映画は好き、はヘイト、としている件に関して。2020年7月の記事の件を嫌韓の原因とするのはどうなのか、というご指摘をいただいたわ。この件なのですが、完全に私のミスです。どういうことかというと、本来は次の事例のようにこういうことが過去にもあった、と続ける予定だったのが、テキストを書く時点で忘れてしまっていたのです。タレントの怪盗愛子さんが2011年10月に笑っていいとものコーナーで韓国のタクシーで怖い思いをしたという体験談を語ったところ、韓国から猛バッシングが起きた挙句、日本でも皆川さんが捏造、差別等のバッシングを受けたという事例がありました。この事例は韓国を否定的に扱うと無条件に叩かれるということを表しており、この傾向はそれ以前からあったことなのよね。そしてもう一つあるんだよな。今度は2014年7月の件なのですが、アルピニストの野口健氏が韓国でタクシーから乗車拒否にあったこと、またサウナで他の客から日本人は出て行け、と言われた事例などを紹介したところ、うさんくさい、捏造、ネトウヨ的、などと猛バッシングを受けた事例です。これもさっきの事例と同じで、日本には韓国に否定的な意見の一切を許容しない人たちがいることを表しているぜ。そして最後は新規の内容になるわ。記事では政権や政策の批判ではなく、民族性そのものを貶め憎悪を煽る本、またはそうした印象を与えるタイトルの本をヘイト本と定義しています。これの何が問題かというと、何をもって貶め憎悪すると定義するのかが明示されていないため、個人の主観でいくらでもそう定義できるということです。そしてこうしたヘイト本問題もここ5、6年でかなり大きくなっています。この動画でも何度か指摘していますが、韓国では儒教史学が独自発展した影響で、私たちとは異なる価値観や常識が存在しており、それが数々のトラブルを引き起こしています。有名な事例ではこの動画でも過去に紹介した約束の概念の違いがあります。でもこの記事のような曖昧な定義では、こうした違いの指摘、すら主観的には貶め憎悪するヘイト、と定義できてしまうわけだな。一般的にはこれは思想信条の自由の侵害となるわけだけど、彼らは以前からこうした発想を平然と行っているんだぜ。そしてその延長にあるのが朝日新聞のヘイトの件となるわけね。つまり、あの記事単体ではなく本来は一つの流れとして存在したことが明確に文章として提示されたことが問題なのに、ウプ主はその件を引用し忘れてしまったということね。ほんと申し訳ないです。そして最後はおまけの件なのですが、動画のコメントでもご指摘があったように、ペンギンは歩くときは他の鳥と同じようにつま先立ちになっているそうです。この件、私は勝手にずっとかかとがついていると思い込んでいたのですが、調べてみると間違っていました。この件もミスですので訂正します。というわけで、ウプ主から前回動画に関する3点の訂正と追記をしたぜ。半端なことをしてしまって申し訳ないです。
というか、他にも今回誤字脱字も多いわよね。そ、それはちょっと動画作成時間的に厳しいので勘弁してください。最近たるんでるんだぜ。そんなわけで今回はここまでになるぜ。次回は8月1日を予定しているからよろしくな。ご視聴ありがとうございました。ところでウプ主、罰として私たちに寿司おごりな。あ、それいいわね。当然今から回らないし、ってことでいいわよね。え、ちょ、ええー。